d 415-251号機、胴体保存機、60周年記念塗装リ415-258号機、生体保存機ベルン・レッチュベルク・シンプロン鉄道は A415 系電気機関車は、スイスの大手の私鉄であったベルン・レッチュベルク、シンプロン鉄道やその後ろ身である、BLS ・レッチュベルク鉄道で使用された電気機関車である。アルプスコイルートの一つであるレッチュベルクルートを要する、 ベルン・レッチュベルク・シンプロン鉄道では、旧型のロッド式の BE5-7 型や、チェン、6型とウエスティングハウス式クイル駆動の I6-8 型を主力機関車として使用していたが、BE5-7 型の代替と急行列車圏引用として、当時世界でも最新鋭の軽量高性能の全軸駆動機として製造されたのが本機である。ボボの軸配置び高圧タップ切り替え制御により、 高い曲線通過性能と二十七パーミルで四百トンの列車を原因可能な最大二百十六 k n の原因力を持つ四軸八十トンの協力機であり、その後の世界の電気機関車に大きな影響を与えた革新的な機体である。九百四十四から五十五年に八両が製造され、その後九百五十九年には本機を二両連結とした A8、 8型に製造が移行し、本機からも4両が1965、66年に AE8、8型に改造されている。残った4両もその後引き続き使用され、UIC 方式の新しい形式名である AE415、型となって2004年まで使用されている。なお、車体、機械部分、台車の製造を SLM が電気部分、 主電動機の製造を BBC が担当している。製造時に BLS が提示した仕様は以下の通り、各機体の基板と製造年、i 8 8型への改造履歴、改造年、廃車年は以下の通り。ありがとうございます。